ちょっと早いけど、明けおめメリクリことやろう。やっていこうか、マリオカートを。まあ、今日はね、2021年をちょっと振り返らせてもらおうかなと思います。お、1位ですね、私。なんかね、コナピンク、コナンのピンクバージョンだね。江戸川コナンが、江戸川コナン、変態さ。レレ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 、なんねえちゃんのパンツ肌色。さあ、全然、本当に合わなかった。やっていこうか。さあ、オッケー、エロ側が、私勝つよ。まあ、2021年は正直ね、まあ、なんも、まあ、なかったっちゃなかったね。あ、でも2021年は私の誕生日があったんだよね。私の誕生日、わ、コナン君、前に明らかに犯人いるって。ほら、エロ側コナン、あいつ絶対犯人だって。ポンコポポンみたいな。デレレレ、ラムネえちゃん。パンツは肌色。テレレ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 。さあ、エロ川コナンにこれぶつけようか。どうしようかな、私。で、誕生日やって、まあ誕生日も正直何もなかったね。何も覚えてないね。だから本当に今年何もなくて、マジなんかゲームも、なんか私が2021年あげたゲームって言われると多分みんな思いつかないと思うんだよね。マリオとかしか。去年とかだと、こりゃ去年とかだと、なんか青鬼とか壺男とかあると思うんだけど、それぐらいね、なんかよく言えば現状維持、悪く言うと、まあ、挑戦しなかったなっていう、やーべーね、なんかそういう1年だったね。だからマジ2021年は、うわ、バナナ3つ、いやあ、2021年は、まあ、攻めの1年にしたいね。とりあえず攻めてくね。ユー頑張、あ、私のこと頑張るね。だから私ね、2020踏むんじゃねえよ。2021年はね、あれ行ってきたね。知り合いの結婚式とか行ってきたね。私スーツ着てバッシリ決めてったね。本当にキャかっこいい、キャかっこいいみたいな、そういう声援も、まあ、一切聞こえなかったんだけど、まあ、やっぱ新郎新婦がそこは、あ、私が結婚したわけじゃないよ、知り合いの結婚式ね。もう新郎新婦もうかっこよかったね、可愛かったねみたいな、そんな感じだった。あ、粉ピンク、くっそ、今日のランネーちゃんの膝の角度は90度、よってピンク、照明、おスケスケの身で消えたんだけど、エロ川コナン、エロ川コナン犯罪さ、うわ、刑務所ぶち込んでやる、私が、うわ、そんなバナナ、まあまあまあ悪くない順位でしょう。お、さあコナン君見してごらん顔キモいな、隣に犯人いるんだもんな犯人とコナン君のツーショットなあやくない、犯人ナウみたいな、あんまり見ないよね。部屋変えてきたんだけど、私の左、絶対名前カイロス。ほら、今。ほら、カイロス、ポケモンの。あ、私、カイロスと話してる。さ、ポケモンと心が通じ合える人間版ニャース、私、話してるね。お、私のコースだ。今日1位取って終わります。おー。まあまあまあ。やるじゃん。そういう謎の上から目線。今日、上から目線でいくわ。さあ。いや、悪い字4兄弟いるね。あの4等分の悪い字に勝つね。まあ勝つ方としては、もう初手からもう前線、もうもつこりはもっこり、確かにさつぱりはさっぱりだもんね。さあやっていこうか。いや、2021年はね、そのさっきは私生活を振り返ったんだけど、今 YouTube で振り返ると、なんか若い世代の伸びがすごかったな。なんか若い世代って言うと私おじいちゃんみたいで嫌なんだけど、すごくなかった伸び。でもね、なんかそういう人ってね、私たまに見させてもらうんだけど、動画、努力がすごいんだよね。すごいやって、まあ努力がすごいって全然直接話したわけじゃないから分かんないんだけど、なんか睡眠時間とかも、そのやべえ晴れとちどきファイヤー、睡眠時間とかも、落ちた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 、待って落ちた、え、待って、マジで1位あるんじゃない、もつこりはもっこり、頼む譲って、1位譲って、チャッシュジャンプ、さあいけるね。睡眠時間も4時間とかって言ってて、あ、そうなんだと思って、やっぱ努力してる人はそれだけ伸びるんだなと思って、だから私もね、2021年22年かちょっと頑張ります。気合を入れ直すね。ちょっと初心に帰るね。ちょっとなんかうぬぼれてたかもしれない。うぬぼれてたつもりはないんだけど、心の奥どこかでちょっとうぬぼれてたっていうのがあるんで、ちょっと初心に帰って、優先席も譲って、いや、これ勝ちたいな。コインも10個、完璧。これガチで青コーラ誰か飛ばしてほしい。青コーラマジで、いや、あー危ねえ、青コーラマジで飛ばしてくれ、本当に頼む、本当に頼む。この時2021年すげえ締めのいい終わり方で終わりたい、頼むって誰か。
いや攻めるか。あ、そう、この攻めにないのが良くないのか、私。攻めよう。そうだね、これが2021年、わーっと気を表していたのかもしれない。さあ、やべ、今のバナナすげえダメージでかかったな。いや、まだある、まだある。絶対諦めるな、絶対諦めるな、絶対諦めるな。これアイテム2個取り、これキラー出れば確率あります。まあ全然諦めない、全然まだある、まだある。キラー出ればワンチャンある、全然ある、全然ある、まだいける。8位からの逆転というものを皆さんにお見せしましょう。オロチマル、行くわよしゅうちゃん。さあ、全然いける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 。こっからビリだけはやめる、ビリだけは阻止する。さあ、不死鳥は二度舞う、もう一回お願いします。このレートなら勝てる、このレートなら勝てる。私は高いレベルの5位より低いレベルの1位だね。常に地元最強、全国は行かなくてもいい、地元で威張ってたい、俺最強だからみたいな、そういう胃の中の蛙で、私はそれで痛いね。蛙の中にずっといたい、胃の中にずっといたい。私、外を見るのはあと10年先でいい。竹本退職、退職した人いるね。さあ、君も2022年新しいチャレンジをするのかな。さあ、これさっきは攻めて負けたんだよね。ってことはもっかい攻めちゃおう、もっかい攻めちゃおう。あー、1位、ガチ1位。お前やめろって、そのコーナーで差をつけろ。乗れかー、乗れねえか。だがそれがいい、俺の人生晴れ時々終われ、悪くないね。これ何のセリフか知ってる？これ私のセリフじゃないんだけど、昔鳥人間コンテストっていうコンテストがあって、そこで言ってた人だね。そして今パイロットになったのかな、宇宙飛行士になったのか分かんないけど、まあすごい人だね。私この人のセリフ結構好きなんだよね、その自分を厳しくする感じ。さあ、激アツを出してクーブルで不死鳥は二度舞う。私本だ、肉厚、肉厚。私本出そうかな、不死鳥は二度舞うっていう本。お前さっきと同じ展開じゃん、さっきと同じビリになってるじゃん。私不死鳥二度死すになってんじゃん。ビリだけはやめ、ビリだけはやめよう。みんな方向転換、ビリだけはやめる、ビリだけはやめる、ビリだけはやめる。タンキラ、やっくそキノコ、うー、ありえねえ、それが人間にすること。さあ、やめて、その緑コーラへ回そう。もうこれ魂のショートカット、あーいつ、あーいる、あーザコメ、オッケー、来た、スターの元にキャラのキンキのゴールデンコンビ。あー、あに抜かれた、待って、許せねえ、あの、待って、ビリだけは阻止する。ダーヌー、みんなダーヌー抜かすしかねえ、ダーヌー抜かすしかねえ。アリリ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 アリがとう。